ナリーグ、リーグ優勝決定シリーズ第5戦、メッツ12、6ドジャース、ドジャース3勝2敗、18日、ニューヨーク、ナリーグのリーグ優勝決定シリーズ、7回戦制、第5戦がシティフィールドで行われ、大敗したドジャースは3勝2敗となった。ドジャース大谷翔平投手、30、は、1番、DH で出場し、4打数2安打。 一回に右前打で出塁。その後、無視二三塁でティ・ヘルナンデスが U ゴロを放ったが、三走の大谷はスタートを切らず、ロバーツ監督が苦言を呈した。内野は後ろに下がっていて、一三塁手だけが前進していた。遊撃にゴロが転がったから大谷はスタートを切らないといけなかったと指揮官。だが、そこで硬直してしまった。言い訳はできない。一回に一点リードをできた展開で、 相手に防がれ相手に少し流れがいってしまったと思うと先制点を奪えなかったことを指摘した。